こんにちは、車好きのせいです。さて、先日横浜にある日産本社グローバルギャラリーという展示場で日産のいろんな車を見てきたので、それらを一つずつ紹介してみたいと思います。では行ってみましょう。では今回は日産の大型 SUV アルマダを見ていきましょう。この車は海外への輸出専用モデルとなっているので、サイズもちょっと国内では見かけないほどの大きなサイズとなっています。寸法は全長が 5306mm、 そして全幅は 2029mm と 2m を超えてきてるんですね。そして前高の方も 1925mm、 そこら辺の人よりもずっと高い、そういった車となっています。ちなみに車両重量も約 2.6 トン、重量級ですね。実際こうやってそばで見てると圧倒されるような存在感があります。そしてこちらが後ろから見た姿ですね。後ろ姿もどっしり、横幅たっぷりで高さもあります。そして下のバンパーの部分が手前にちょっと張り出してますね。これは足をかけて登りやすくするためなのか、あるいは何か他の安全性の理由なのかはちょっと分かりませんでしたが、ここに足をかけて天井に乗せた荷物を取るなんてことができそうですね。そして天井の高さは先ほど話しましたように私の身長よりもはるかに高いところにあります。そしてこちらがフロントマスクですね。横幅もたっぷりで高さもある、分厚い、ごついといった表現がぴったりくる車ですかね。ヘッドライトもでっかいです。私の手をこうやって合わせてみたんですが、この大きさの違いが分かりますかね。いやー、でっかいですね。そしてこちらがエンジンですね。搭載されているのは V 型8気筒の 5.6 リッターエンジン、でかいですね。車体に負けず劣らずのビッグなエンジンです。そしてそれがエンジンルームの真ん中に縦置きで積まれてて、その周囲にヒューズやバッテリー、それからエアクリーナーなどなどの補給類が並んでますね。では車内も見ていきましょう。まずドアを開けてみると、ご覧のようにドアがまずでかいなっていう印象ですね。まるでミニバンです。それに合わせて開口部もたっぷり。では乗り込んでいきましょう。こういった車に乗るときはまず手をここの取っ手にかけて、そして左足をステップに乗せます。そして右足を入れながら体を乗り込ませる。こうすると結構楽に乗り込むことができます。そしてやはり大きい車なんですね。ドアを閉めるときドアハンドルが遠いなって感じました。こちらが運転席からの視界ですね。ご覧のように窓のスペースもたっぷりで、結構角度も立ってるので周囲が見やすいですね。上下幅たっぷりです。後ろの窓も大きく取られているので確認しやすいですね。ドアの上端部分も低めに抑えられているので、こういうふうに体を乗り出して周囲の状況を確認する、そういったことも可能になっています。そして先ほども話しましたが、横幅が 2m 超えというだけあって、車内も横幅も広々ですね。助手席側のドアトリムに指先が届くかどうかといったぐらいでした。ヘッドクリアランスの方も握り拳2つ分と余裕たっぷりです。こちらはハンドル周りですね。操作スイッチ類はクラクションの両サイドに縦に並ぶ、そういったレイアウトとなっています。メーター類は右側にスピードメーター、外側がマイル表示で内側がキロメートル表示となっているようです。そして左側がタコメーターで、真ん中がマルチインフォメーションディスプレイ、その外側には水温計、油温計、電圧計、燃料計が揃っています。こちらはセンターコンソール周りですね。結構カーナビのディスプレイが小さめだなと感じます。そしてその両隣にエアコンの送風口があって、その下に各種操作スイッチ類ですね。
その下にはオーディオ関係の操作スイッチ類とハザードランプのスイッチが並んでいます。その下がエアコンの操作パネルですね。その下にあるのがシフトレバーで、ポジションは P、R、N、D、そしてマニュアルモードのプラスとマイナスとなっています。レバーの後ろには4駆のモード切り替え用のトランスファースイッチと、あとその周囲に雪道走行用などの走行モードの切り替えスイッチが並んでますね。右側の目隠しの下にはカップホルダーと小物入れが用意されています。そしてこのカップホルダーがまたでかいですね。私の握り拳が丸々スポッと入ります。こういうところもアメリカンサイズといった感じですね。センターコンソールボックスの方は、この大きな見かけの割にはちょっと小さめだなという印象を受けました。特にこの深さの部分がそれほど深くはないなという感じです。そしてこちらサンバイザーにはちゃんとミラーとライトがついています。では後部座席も見ていきましょう。まずこちらをドア開けてみると、後ろの席も開口部たっぷりですね。そしてこのドアトリムのところにスピーカーがついてるんですが、こちら高音担当する小さいツイーターというやつと、下の低音担当する方、こういうふうに 2way 式となっているので、後ろのシートでもなかなかこだわった音楽鑑賞ができそうですね。そしてこちら後ろ乗り込む時も、まず左足をかけて、この取っ手に手をかけてから、よいしょというふうに乗り込みます。背の高い車ならではですね。そして足元のスペースはたっぷり、かなり広いです。膝前のスペースは握り拳約3つ分といったところですね。たっぷり余裕があります。あと面白いことに、このセンターコンソールボックスには後部座席からもアクセスできるようになっています。なかなか面白い機能ですよね。そして後部座席も独立してエアコンの操作ができるようになっています。では最後にトランクルームを見ていきましょう。ミニバンのように開口部たっぷり、そして3列目シートの背もたれを立てた状態なのにかなりの奥行きがありますね。もうこれだけでも普通に旅行カバンが積めそうです。そしてこの3列目シートを倒せば人が5人乗れる上でキャンプにも行けるぞってぐらいの広さの荷室になりますね。これだけあれば相当の荷物が乗せられます。当然2列目シートも倒してさらに荷室を広げることもできます。ただちょっと残念なことに、これ完全なフラットではなく、ややちょっと斜めに角度がついてるんですね。そこだけちょっと注意が必要です。さて今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。今後も車に限らず興味のあるものは実際にそこまで見に行って、そこで見たもの、体験したことを動画にまとめて皆さんと共有していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしておくとすぐに通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。